ハロケちゃんでーす。今日ですね、なんと、お待たせしました。もうやるやるって言ってね、全然やってこなかったんですけど、今日はゲーム部屋の紹介をしたいと思います。イエーイ。もうあんまり何も物ないと思うんだけど、ちょっとずつ、紹介していこうと思いまーす。私が今椅子に座ってるんですけど、椅子から見える光景はこんな感じかな。ここから行こうか。これはね、シーンで3つ棚を買ったんだけど、これを壁に埋め込んじゃって、でこっちをね、なんかどっか行った時に全部最初に作ったので、もう置くものがないんだよね。これ全部フェイクグリーンです。でここもね、なんかちょっと緑欲しいかなみたいな感じでちょっと足してあります。このお気に入りがね、このブラインド、すげえ高かったんだけどあの可愛いブラインドが欲しくて可愛いのにしました。でいつもはこれ撮影する時についてるんですけど、リングライトと普通のライト、普通のライトもう一個あるんだけど、それはねリビングの方で使ってます。はい、こちらモニター、モニターはね 240Hz 売ってる ASUS のモニターです。これ辺が、これもシーンで買ったかな、全部シーン。これは携帯をなんか置いとくようかな、で通知来たのを見るみたいな感じです。あとこれマイクアーム、あのね、マイクアームどこのですかめっちゃ聞かれるんだけど、マイクアームってあのめっちゃ動かすのよ。でグイングイ動かすんだけど、このロードさんのマイクアームは本当に壊れない。まあちょっとそれはね、お値段ちょっとするんですけど、安いやつではないんですけど、本当にこれ便利。これボドカさんから教えてもらったのかな。でマイクってどうしても重いから、それを支えてグイングイ動かすのって結構ね力いると思うんだけど、これもう全然ね壊れなくて、めっちゃロードのマイクアームもおすすめです。で次マウス、マウスはねジプロのスーパーライトを使ってます。今までずっとめっちゃ辛いマウスを使ってきたんだけど、まあ最近バロラント結構やるし、ちょっと自分的には重めのマウス、これはすごい軽いんだけどね、マウスの中では、でも自分の中では重めのマウスで、これねすごいお気に入り、買ってよかったなと思った。でマウスパッドがレイパッドじゃなくて、はい、マウスパッドはこちらです。私は白、もうね白で全部揃えたかったのという感じで、まあ、ちょっとハサミとか置いちゃってるんですけど、これ充電するやつね、ここからピーって引っ張って充電します。でこの棚は後ろの線が見えるのが嫌だったから、この棚をね置きました。モニターアームは使ってるんですけど、それがね見えるのが嫌で、この棚、これはこれもシーンかな、全部シーン。でこれワイヤレスイヤホン、これもロジクールさんのやつです。これはねいただいたやつかな。でここにもなんかちょっとねポイント緑を置いてます。でキーボード、これかわいいよね、女の子みんな持ってんじゃない。これは、G713 です。これがついてくるんだよ、このキーボードに。色はねこんな感じにしてる、ライティングはこんな感じです。でイヤホンもオーディオテクニカかな、もう何かわからないイヤホンを使っています。私はイヤホン派。いやーでもね、どっちも使うね、もっと聞きたいって時はヘッドホン使うしって感じです。でこれ、こちらは、オーディオインターフェースです。でここでボリュームいじれたりとか、ここを押すとピーって音が鳴るので、なんかマイクミュートとかできたりとかします。これね結構好きなの、これの白があったらいいなって感じなんだけど、ちょっとこれだけ黒なんだよね。モニターは2枚積んでます。ちょっと今タルコフのタスクを見ちゃってる最中なんですけど、2枚モニター積んでます。次4個いこうかな。4個は本当に普段のままなんだけど、ここにちょっと使う時用のロジクールのカメラを置いといて、これがスイッチだね。ここちょっとカビゴンで見えないんだけど、ここの机の端っこにスイッチがあります。でこれはアリケンさんからもらった、アリケンさんじゃなくてアリケンさんからもらったカビゴンをここに置いてます。これもめっちゃ嬉しかったんだよね。でこちらはあのポケカが入ってます。これはこれで全部じゃないんだけど、で整理してあるやつをここにとりあえず入れてしまってる。でこれもポケカ全部これもなんかキラキラ系の、 あの AR とかそういう系のポケカが入ってます。こっちに行くと
これは今最近使ってるリスナーからいただいたハンドクリーム。最近はこれもうなんかねローテーションしてる。最近はこれを使ってます。セミナープレゼントでねいろいろ送ってくれてありがとうございます。これがハンコなんだけど、見て、ビシマークのハンコを作りました。まあ、リスナーとかになんかね、そういう機会があったら、前ビレッジヴァンガードさんとのコラボで抽選で私の手書きのメッセージが当たりますみたいなのに押したりとかしてた。で、リスナーからもらった刺繍のね、出汁とかアルセチカの名刺、ね、リスナーからもらったアセロラの予感とかね、いろいろあります。あとこれね、 iPad はちょっとだけ絵描くときとかに使う。簡単めな GIF のアニメーションとか簡単なイラスト系はゴロゴロしながらこっちで描くね。まあ絵描くとき用だね完全に。で次ここにリスナーからもらったこういう系のものがたくさん入ってる。であとはこれはお友達の本とかここら辺のなんかサムネとかそういうデザイン系付箋いっぱい貼ってあるの本があったり、これこちらですね、これモザイクかけなきゃいけないかな。これはもどかさんが乗ったアンアンを撮ってるって感じかな。まあそういうデザイン系の本がよく使う本が多いです。これはね使わなくなったパーテーション。これどうしよう、これプレゼント企画とかやりたいけど送料がねすごいことになっちゃうもんで、今後処分方法に困ってます。でこれ3段の何オールラックもこれは多分シーンかな。で一番上から緑を垂らして、これはねフォートナイトさんからもらったこの中にフォートナイトのマップが入ってます。でこれよく使う、ワイヤレスのロジクールさんのヘッドセット G435 です。でここにもこれねお気に入りなんだよね。でこちらは、前まで使ってたマウス、もうこれどっちも忍術だと、ファイナルマウス、本当にね軽い、そうだからスーパーライトがちょっと重く感じちゃうんだよね。でこれもリスナーからいただいたポケモンのぬいぐるみと、めっちゃ可愛い、すごいお気に入りですみたいな感じかな。あで忘れてました、この机の下になんか引き出しというかなんか動くラックを置いて、ここに液晶タブレット、液タブって言われてるものですね、絵を描くときに使う液タブがあって多分絶対こんなことしちゃいけないんですけど、あのマウスバンジーがねここにあったり、まあ、今はワイヤレス使ってるから合ってないかな。でここにプロコンと PS5 の PS5 持ってないけど PS5 のコントローラー、このねプロコン気に入りなんだよね、スプラトゥーンで、下に使ってない APEX PRO とこの箱がありますという感じです。はい、という感じでいかがだったでしょうか。あんまりね物もなかったと思うんですけど、ちょっと初めてだったのでちょっともうちょっとバージョンアップしてなんかねキラキラさせるものとかなんか光系をちょっと次は加えてまた、紹介動画出したいと思います。普段ご視聴いただきありがとうございました、チャンネル登録、高評価、各 SNS のフォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、バイバーイ。